助曲、総合なる祭典は、山田和夫が1939年に作曲した演奏海洋助曲。1940年6月に、山田の母校である東京音楽学校に検定された。楽譜の表紙に、期限2600年と記されていること、末尾に、9月30日2599東京、と記載されていることなどから、 後期2600年報酬曲の一つとして作曲されたものと思われる。長らく所在が不明でピアノスケッチの断片しか現存しないと思われてきたが、2011年に東京芸術大学附属図書館からオーケストラ版のスコアが発見され、2012年9月に小泉和博式、神奈川フィルハーモニー管弦楽団により初演された。ピッコロ1、フルート2、 イングリッシュホルン1、ビーカンクラリネット2、ビーカン、バスクラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット1、エフカンホルン4、ビーカントランペット3、トロンボーン3、小太鼓1、トライアングル1、弦5部。モルトマイストーソ、E モルトソステヌート、ソゴン2トク、アンダンテマノントロッポ、E モルトエスプレッシーボ、ウンポコアラーガンド、テンポディマルチャ、ホブドードートレジジャロッポコ、 エポコトランクイロモデラート、アラーガンド、デンポディマルチャ、モルトピュストレットモルトペサンテイコール100、急がずに演奏時間は約13分半。楽奏が目まぐるしく変わるマーラー風の曲である。君がよ冒頭の旋律を模したファンファーレ風の助奏から始まる。形を変えつつ盛り上がりを見せた後に、弦楽の重苦しい旋律が登場する。しかしそれも高潮し華やかな場となる。 トロンボーンと弦のピッツェカートによる短い構想の後に、起源節昇華の出出だしが奏でられる。オーケストラ全体によってその旋律が再び、奏でられたすぐ後に小太鼓の連打が始まり、戦場を荒々しく行軍する軍隊を思わせるような行進曲が現れる。盛り上がりを見せた後に軽妙な管の旋律が登場するが、すぐに重々しいものとなる。しかし、 冒頭の旋律が回帰すると、弦によってゆっくりと少しずつ明るい雰囲気になってくる。再び更新曲が奏でられ、それはあたかも戦に勝利した軍を思わせる。せかすような旋律の後、君が世の千代に八千代に部分を変形した旋律が奏でられ、後期二千六百年という輝かしい年に向けての更新がされるように音符を刻んだ後、 堂々たるフィナーレと、葉音のユニゾンで幕を閉じる。ありがとうございます。